はい、どうもミゲルです。今日はですね、電動アシスト自転車サイクーの自転車を紹介したいと思います。はい、ということで今日はですね、サイクーというメーカーの電動アシスト付き自転車を紹介するんですが、皆さんサイクーというメーカーご存知ですか？僕は全く知りませんでした。まあ、最近ね、コスパに優れる自転車が見られるようになってきて、まあ、以前に僕もそういう動画を出しておりますが、今回ですね、その動画を見てですね、ぜひサイクーの自転車を試してみてもらえませんかというお話をいただきまして、2024年1月上旬に新発売される折りたたみの電動付きアシスト自転車を紹介したいと思います。ということで今回は上野にやってまいりました。めっちゃ鳩に囲まれてるはい、ということで、早速まずはサイクーのお店に伺いたいと思います。はい、ということでやってまいりました、サイクーの店舗でございます。はい、ということで今回試乗するモデルはこちらになります。2024年4月上旬発売となっております。20インチ折りたたみ電動アシスト自転車でございます。今回スポーツモデルということで、デザインがシュッとした感じでかっこよくなっております。ギアは定番のシマノの6速ギアとなっております。今回一番ポイントになってくるのがこちら、 36V 6アンペアアワーのバッテリーでございます。また後ほど詳しくお話しいたしますが、現在一般的には 24V が主流となっておりますが、今回は 36V ということで、この辺がどれくらい体感として変わってくるものなのかは後ほどレビューしていきたいと思います。そしてハンドル周りはこんな感じでございます。アシストのコントローラーは電源とアシストの上下ボタンとライトのシンプルな構成になっております。電源をつけると青いライトがつく感じで、電源を入れた状態はエコモードから始まりまして、上を押せば標準強と、そして下を押せば標準エコと変わっていく感じでございます。6速の切り替えレバーはもうおなじみとなってまいりました、このグリップ型のレバーとなっておりまして、デザイン性を損なうことなくシームレスにギアの変速ができるという形になっております。スポーツ仕様なのでサドルもシュッとしたデザインになっております。折りたたみの接合部分はこんな感じになっております。こちらすごくシンプルで使いやすそうだなという印象でございます。モーターはフロントモーターですね。こちらは2レック製となります。鍵はね、もうおなじみの形の輪っかタイプの鍵でございます。はい、ということで早速乗ってみました。まあまあまあ速度出ますね。まあ乗った感じは全然乗りやすい。まあ普段27インチ乗ってるけど、そんなに違和感はないですね。まあ20インチだっていう分、この漕がなくなってからの転がってる時間は短くって、その分距離稼げないかなっていう印象はあるけど、昇降系のホイールだからっていうことなんで、別にこの自転車がどうこうっていうことではないということなので、特に問題はないかなという印象でございます。それでは坂道チェックということで、ここの坂をエコ、標準、強と3つのバージョンで試してみたいと思います。まずはエコで 36V の威力どうでしょう。あ、意外とすんなり登るじゃん。え、っていうかトルクなかなかありますよ。え、すんなり登れるんですけど、これエコで十分なんだけど、マジか。これ結構力あるな。マジか。続いて標準でいきます。まあ当たり前だけど余裕だよね。いや、普通に平坦な道登ってるのと同じぐらいの感覚。これやばいな、こんなにトルク違うと思わなかった。へえ、すごいっすねこれは。
最後は今日ちょマジで余裕すぎんだけど、はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回20インチの折りたたみ自転車ということで、実際のところあまり期待はしてなかったんですね。なんですが予想に反してめちゃくちゃパワフルでびっくりしましたっていうのが一番の感想です。でなんでそんなにパワフルかっていうと、今回ですね 36V 8.5 アンペアワーのバッテリーを積んでおります。日本で一般的には 24V の、まあ、8アンペアワーだったり6アンペアワーだったりとかっていうのが、まあ、多く見られるものだと思うんですけども、電圧が 24V から 36V になったことによってトルクが上がっております。で今回ねさらに20インチということで27インチから考えるとやっぱりこう漕ぐ方に負担がかかるので、まあその分も加味した上でなかなかこう体感得られるの難しいんじゃないかなって思ったんですけど、素晴らしくパワフルな自転車だっていうことが今回乗ってみたことで分かりました。あのぶっちゃけ今乗ってる自分の27インチの自転車よりも今回の20インチぐんぐん進んでいくっていう感じめちゃくちゃ感じました。これはねすごいですね。それとですね、動画からはなかなか感じ取れない部分なんですけど、今回の自転車はですねアルミ製でできておりまして、結構軽めです。すごい軽いかって言われると軽くはないんですけど、あの持った感じ結構軽いです。もともと僕20インチの普通の電動式じゃない折りたたみ自転車も持ってるんですけど、そちらはですねまあもともとは車に積んでいろんなところに行こうと思って買ったんですが、やっぱね車に乗せるときね結構しんどいんですよ。今回の自転車はバッテリー積んでてモーター積んでるにもかかわらず同じぐらいかもうちょっと軽いかなっていう印象でしたね。あれだったら、まあ、女性はちょっと厳しいですけど男性だったら普通に気軽に車に乗せて持っていくことができるんじゃないかなと思いました。で今回タイヤもですね感触が良くってスポーツタイプなのに硬すぎなくってとても、まあ、普段乗りにいいなという印象でしたね。ブレーキの効きもねすごく良かったですし、なんか悪いところ探す方が難しいっていうか本当にいい印象でしたね。なんですけど気になったところあえて言うのであればお尻が痛いってどうですかね。はい、サドルがスポーツ製だったのでスポーツタイプのちょっと固めのねシュッとしたデザインだったので、今回ちょっとね長時間待ち乗りするには、まあ、慣れないと痛いかなっていう感じですね。スポーツ系の自転車に乗り慣れてる方は全く感じないと思うんですが、もう僕は最近完全に甘んじてラグジュアリーな一般的な自転車の快適な椅子を使っているので、久しぶりにねスポーティーな椅子に乗ったらお尻痛いなってなりましたね。でもサドルは、まあ、最悪交換することが可能なので、まあ、今回はねスポーティーなねモデルなのでこれはこれでよしということで、もしねお尻が痛いなと感じた方はサドルを交換していただければなと思います。それとね、まあ、一番思ったことはモーターのね電源を入れてないと普段乗りとしては厳しいなっていう、逆に言うとモーターの力すごいしっかりしてるんでモーターさえあればほんとビュンビュン走っていかれるんですけど、電源を切っちゃうとねちょっと想像以上に前に進まないなという印象でございました。まあでもね20インチで折りたたみなんで、まあ、その辺はしょうがないかなっていう、僕もですね20インチの折りたたみ自転車持ってるんですけど最近実はね全然乗ってないんですよ。でなんでかっていうと、僕の家の周りはもう坂だらけなんですよね。やっぱね電動じゃないときついです20インチなので、まあ折りたたみの20インチをもともとその電動であろうが電動じゃなかろうが乗るときにはまあ多少の覚悟が必要だっていう部分だと思いますので、今回のサイクルさんの自転車に問題があるっていうことではなく、まあ20インチの折りたたみっていう選択肢が少しね覚悟がいるっていう感じかなと思いました。でもね今回先ほどからずっと説明しておりますが 36V 8.5 アンペアアワーは 24V 12アンペアアワーよりも電気量が多いのでトルクも高くて使用時間も長いということで、まあ基本的に電源を切って使うことはほとんどないと思いますので、その辺は気にしなくてもいいんじゃないかなと思っております。ちなみにカタログ値ですがエコモードだと約55キロ、標準モードだと47キロ、パワーモードだと40キロ走れるということになっておりますので全然大丈夫でしょうっていう感じだと思います。はい、そして気になるお値段でございますが、
サイクーさんのウェブサイトで直接ご購入いただけると99,800円という値段になっております。折りたたみで電動アシスト付き自転車、そしてスポーティーなタイプってなると、この値段はかなりコスパに優れるんじゃないかなと思いますので、ぜひねサイクーさんのウェブサイトからご購入いただければなと思います。概要欄にリンク貼っておりますので、このような公式販売ページに飛んでいただき購入していただくことが可能です。受け取りは取扱店舗さんから受け取る形となります。このように地域ごとに検索できますので、身近な店舗を探していただき選んでいただく形となります。もし商品の現物を見たい方は、秋葉原にあるサイクーさんの店舗に立ち寄っていただくか、直接お問い合わせください。お近くの自転車店にお問い合わせいただいてもいいかもしれません。はい、ということで今回はサイクーさんの20インチ電動アシスト付き自転車を紹介させていただきました。このチャンネルはパソコン、カメラ、ガジェットなど僕の気になった商品を紹介するチャンネルとなっております。この動画いいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでまた皆さんお会いしましょう。じゃあねー。